はい、どうも、アッキーです。今たった新宿に出ようとして、これからですね、あの渋谷の方に向かうところですね。これから岡田先生と岩見さんと渋谷サウナスの方に向かうところになります。久しぶりに楽しみでございます。チェックしてみます。皆さんこんにちは、岩尾です。さあ今私札幌駅に来ております。だからどうするかというと、横浜に行ってきています。でなんで横浜に行くかっていうと、そうですね、精神神経学会シンポジウム発表のためです。でプラスですね、今回のオフラインイベントで、YouTuber の先生と一緒に発表というか、なんかいろいろやる予定です。そして一昨日まで私名古屋にいたので、最近出張が多いなという感じです。まあまあ頑張って行っていきましょう。さあ現地ではあの人も登場です。今回はエアドゥです。最近連日空港を使ってる気がするんですよね。とりあえず本日の千歳空港こんな感じです。おはようございます。おはようございます。はい、今回はパンダ先生ですね。一緒に行こうと思います。いや、その格好絶対暑いっすよ。暑いっすよ。絶対暑いっすよ。じゃ脱げるか、大丈夫。脱げるか。脱げるか、大丈夫。なんだろう。いや、そうやってさ、はい、ってね、上手に旅を伝わるように撮ってね。とりあえずあの撮りまくれたのいう青木君の指示ですから、はいはいはい、そしてあの無事千歳空港じゃないや羽田空港に我々着きました。着きましたね。着きましたね。でいよいよ我々はこれからモノレールなどを使って渋谷に参りましょう。参ります。僕は岩野君の指示に全てしたら全てです。ついていくだけです。さあじゃあまずはレッツゴーでございます。そうですね。これ何をやってるんでしょうね。ね、撮ってる岩野くんも撮る。はい、ね、なんかもう今回の学会への意気込みはどうですか。いや、むずいですよね。あれでもさ、すごいことだよね。だってもう精神医学の精神心理学会のでも最高峰のところで。はい、心理師が情報発信についてそうなんですよ、進歩で話すってこれ実はすごいことよね。すごいことよね。まあ、精一杯やるって感じですか ね。でもそれを最前列で他人のふりして見てます。他人のふりしてるんですか。浜松町に着きました。ここから山手線に乗り換えです。あ、来ました。渋谷に着きました。もう青木くんが渋谷サウナスの近くに行ってるようなので、我々はそこに行ってみようと思います。じゃあ行きましょう。さあ桜通りを登っていきましょう。もうちょいです。あ、でもそうか、これ桜か。確かに春とか、え、でもこれ桜か、桜じゃないんじゃない、違う気がするけど。で、もうちょいを左手に、はい、ハノイのホイさんって店ですね。
この近くかな、ハノイのホイさん、いろんな店あるな。このあ、いた、いた、オキくんだ、生オキくん、久しぶり。 YouTube で見てる人だな。YouTuber 集合しました。集合しましたね。どうも、岩野さんも来ました。お邪魔しました。まあサウナス行きますか。行きますか。行きますか。もうすぐそこっすけど。え、もうすぐそこです。すぐそこ来ました。久しぶりだね。久しぶりです。今回癒しの旅です。大田さんの癒しの旅、なんか療養の旅です。もう散々癒されつってください。あの時、あここですよ、大田さん旅以来。あ、これサウナス、こちらですね、渋谷サウナス。東京なのに白川いいですね。ここはマジです。早速行きますか。あのミステリアスな空間に今日。いやはい、どうも。もう取られてる。取ってます。いや、医学部のベストティーチャーズいただきました。いや、そうです。通称医学にいただきました。やりましたね。ありがとうございます。やりました。これで松崎先生と肩を並べる。どうもありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。フローズンクラフトロープ。フローズンクラフトロープ日本産の。ゆずジントニックでございます。ゆずジントニック、はい、入っております。あ、これなんだっけ。私のはなんだっけ、クラフトオロポーズカクテル。カクテル最強のサウナに入ってきました、ね。最強、めちゃくちゃ最強に整ってます。よかった。来たらやりました、ね。来たら、もう、もはやもうやり遂げたかも。帰って寝るか。帰って寝るか。帰って寝たい。やりきったわ。ビーガンカレー。これから焼肉を食べに行くに関わらずビーガンカレーになるっていう。そうそう、焼き、これから焼肉、焼肉ピーワンナイトの前の腹ごなし的な、腹ごなカレー。いきなりほら焼肉食ったらさ、ほらびっくりしたから。どういう理屈ですかそれ。ちょっとあのメカニズムは分かるんですけど、胃がびっくりしちゃうから。一回こうウォーミングアップ。そうそう、ウォーミングアップ。副交感神経の設置一瞬で入る。一瞬で入る。一瞬で入る。あ、これはすごい。それマジ優しいっすよ。うん、ビーガンだしな。はい、いやいいサウナでした、やっぱりね。2回でもね撮り始めた。はい、あ、映ってます。非常に良かったね。いや、良かったです。だから太田さんと超えたのが良かったよね。サウナスの動画はバチコイでは2回目だった。そうだね、バチコイ御用達の、御用達の渋谷サウナス、佐藤のサウナス、のね、田中克樹先生監修ですからね、はい、めっちゃ良かった。めっちゃ良かった。で、これからあの横浜に向かうわけです。そしていつも撮影役の青木くんもね、今日届いましたね。あ、そうっすね。はい、横浜に行って早速焼肉フィーバーナイトになるので。そして今回の焼肉フィーバーナイトは青木くんベストティーチャー賞おめでとう会ですからね。ありがとうございます。お、太田さんが入りました、はい、どこ行けばいいのかな。
あっち。いや、ずっと回してたじゃないか、あの動画でさ。俺のなんか撮影は素人っぽいからって言ってあんま使わなかっただけだろ。なんで分かってる？君が喋ってたからだよ、そうやって。さあ、我々は横浜に向かっていきます。横浜に着きました。あっち恋してたのがちょうどいいところ。バチコイしてるね。バチコイして。何させてまんねん。頑張りましたね、我々はね。これからね、叙々苑ですからね。しかも横浜で。横浜の叙々苑。はい。太田さんも初叙々苑ですもんね。初叙々苑です。あのセブンイレブンの叙々苑のチョレギサラダしか食べたことないです。叙々苑のドレッシャーですね。本場の。本場の。本場のやつ、これから。本場のチョレギサラダはちょっと楽しみですね。行ってみましょう。楽しみですね。あとどれくらいだろうね。あ、もう着く。おお。ついに叙々苑で焼肉フィーバーが起こるわけだね。フィーバーですよ。フィーバーしますよ。焼肉フィーバーナイト名付けの親の太田さんが。ね、本番のフィーバーナイト見せてもらう。見せてやるよ。本番の焼肉フィーバーナイト。楽しみしかないわ。これからこちらに行きたいと思います。めっちゃ腹減った。カレーは本当だったんだ。家を一回動かすと人流だったわけだから。起爆剤的な。起爆剤の。ワイドは今重めの起爆剤でも言いましたけど。どんだけ空気でいるんですか。登場ダッチで。ビールにしようかな、一杯目は。俺もビールにしよう。今日何食べようかな、ラーメン、ラーメン、ラーメン。何食べようかな。そうじゃない。ラーメンあるかな。そうそうそう。スーパーユーチューバーです。そうそうそう。でこれ多分なんかいろいろこれと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 みたいなのやったら多分別に行くよね。そうだね。うん、と思うんですよね。ね結局同じだったらいろいろ食った方がいいのかな。どうすか。うん。飲みます。気持ちを使った方がいい。一回ちょっと冷静に。はい、じゃあまずじゃあまず冷静を取り戻して。はい、じゃあね。この顔で、あ、一番いいとこから見えた。この顔で、この顔で。ああ、よしや。うま。最高です。単勝三点盛りと、はい、あと何でしたっけ？カルビ三点盛り。カルビ三点盛り。はい。脂身カルビ。はい。はい、ハラミ焼きをお願いします。ハラミ焼き、はい。あとホルモン3点盛り、はい、
サラダ。ブドウ園サラダ。はい。はい、あとユッキ。はい。あといいです。お供セット、お供、お供セット、お供、はい、はい、お供セット、はい、はい、わかりました。はい、それをお願いします。はい。私のさっき以外のお味はタレで美味しかったです。はい、はい、はい、では、はい、はい。叙々苑チゲ、チゲ、はい。こちらも適次第お願いします。はい、ビップは似合ってるクリエイターみたいな。ライス、はい、ライス、ライス大丈夫です。ライス、はい、はい、はい、じゃあ、カット、叙々苑サラダ、みんなと、そして叙々苑のキムチ、叙々苑のキムチ、叙々苑のキムチやばそう。で、そこのキムチまた違うんじゃないかな。サラダとキムチが届いたらみんなが取るっていうね。そうそうそう。お味はいかがでしょうか。結構いきますね。結構パクパクいきましたね。うまっ、うまい、うまい、うまい、うまっ。あ、でも香りいいですね。ドレッシングがいいのかな。うまい、無限にいける。うまい、おお、香りうまい。お二人とも絶賛のジョジョ園サラダ。これは美しい。これはすごい。これは美しいです。これは。写真はさ、はい、すごい。ここにメモをします。ちょっと暑さに今日悩まされた。そう、ね、そう。甘み出ます。甘み出る。あ、はい、はい、はい、いただきます。ネギ巻されてんだよ。花は食べれんの？花は飲む？花は食べたい方はご自由に。幸せが所狭しと並べられます。いやいやいや、これはすごいな。並べた男は岩のすぐ出てる。いい顔してる。男らしい顔してる。凛々しい顔してる。やってやったぜ。俺を並べた男は岩です。いや、うまいね。中のネギを伝えてください。パンツァンがいきます。ドスラツ。ドスラツ。これちょっと、これをちょっと好きです。報酬系パゴン。こっちでいい？もう食えば置いとくけどさ、うん、これうまいわ。はい、ですか。ちょっと私にこれ。君の目が開くとこ取ってやるよ。そんな確定してる。うまっ。うまー。じゃあ厚切り牛タンをいただこうと思います。うまっ。やばこれ。いや、言ったじゃん。これ言ったじゃん。目が開く。もう反射で入れたの。反射的。また噛んだら中だな。とろけるのよ。入れた瞬間分かった。うん、これは、うん、
くうまいです。甘いんだわ、これ。うめえ。整った顔してる。まあ、これはいい。ブシャー出るんだね。これはいいぞ。目が開いてるよ。開くね。いや、自然と開くんすよ。普段ほぼ開かない目が開くっていう、ね。人間の神秘ですね。うん。カレー一切使わなくても全部うまい。いけるよ。今のはまだ。これやばいな。うん。うまい。カルビどういう順番でうまいよ。ね。どれから脂身からいく？脂身あと今回も太田さんがもう指示したら大丈夫ですか？脂身一回脂身ちょっといこう。一回脂身みんな一回やっていこう。これからそうそれ脂身を脂の今のところだって脂のすごいの食ってないでしょ。そうっすね。脂のすごいやつをもう食っちゃって一回産地どうしますか？産地はちょっとりあえず置いてみましょう。産地はもう、いいんで、後で。後で。味変のためにある。そうそう。ほら。ニンニクももう、そろそろ食べる。めちゃくちゃ岩野さんの顔に産地食べてて。何も映ってなかった。よく気づいたの。よく気づいた。よかった、よかった。産地さん、産地さんとバンダスですけど、遠くにやるとか。緑黄色野菜になったね、今ね。今のこの最初にニンニクいけまーす。ちょっと辛いんですけど、ニンニク好きなんですよ。あ、タレがいい。タレがいい。タレがいい。そしてやっぱりニンニクは美味しい。ニンニクは正義。本当好きです。ジャスティス。カウンセリングとかの日々の時はニンニクなかなか食べれなかった。あー、ね、病院でね、うん、でも今オンラインだから関係ねえよって感じだったからね、うん、オンラインの場合の今のはニンニク臭してる可能性はあるけど匂いは届かないと。匂いが届いたら多分ちょっと中の病気です。はい、足はい、もういける。この油の温め具合がいいかもしれない。確かに岩野さんのそれ大丈夫だよ。これもいけますね。あ、もうバチバチいってる。あ、これはいいね。匂いで分かった。こりゃいいぞ、これ。あ、もういいや、これね。どうですか、舌の上で溶けてる。あ、来てる。岩さんに仕上がったらこいつです。脂にたる脂やば、うまいわ。うめえな、これ。うまっ。結局うますぎるぞ。うんばしか出てこない。滴り落ちる脂ですか。うんばりを発動するさ。本当に自己中心的に自分の好きな美味しい焼き方で食べよう。ああ、そうしてください。じゃあ、油します。今ちょっと違う油を。これは？これなんですか？もうね、なんか覚えてないです。テンカルビかなんかで、これがなんか確か普通のカルビ。うわー、いい色してるわ。アイフォン越しでより輝くよ。多分この動画はうんまうんましく言ってます。何の話もならない。何の話もしてない。大体未来に見えたけど、声のここのとこ言われたらうんま。テロップうんまだけで言ったら楽っちゃ楽だ。
であれば毎朝隣に岩野忍三郎いるからいた忍三郎いたわ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 いきなり飛んでいきなり岩野忍三郎の登場忍三郎いたわいろんな事件を解決してきましたが迷宮ですいたわ今レバーにちょっとこの顔である今の人突然現れましたこれは解説が難しいですね完全に脳天直撃してたやっぱりね、やばいと思ったんだよ食レポができない男で言われてねいやいや久しぶりになりますが今回も食レポできませんでしたって言って顔でわかるって全然大丈夫この状態でも岩野さん平べくともこれ今すぐにでもなんか撮ってくれやって勘弁してよさあ勘弁ですここでさ今俺がスイッチをさ入れたらさ明らかにその邪魔だろ声でかいからこの間のさ竹尾先生のやつもさじゃあやりますかって言った後ボリュームがボリュームがってめっちゃ書かれたじゃねえか入ってた後私ちょっとドキドキしてたあの声がここでもしやあの声ささすがに俺もさもう40だからさそんな周りの人もねご迷惑になることは控えますよ前振りではない前振りではない例えばその外でさえやってさ通報されたらどうするんだよ通報されたらなんかあのすいません絶対お前一緒に来いって言うからな俺一人だけで行くわけないだろお前も一緒だからすいません今のがなるから、うん、ねそあんまりその TPO を諦めた方がいいんだなわかりましたじゃあのそこまで要求しないので、うん、最後にジョジョ園に来た感想をまとめていただいてそれでこの動画は終わりとしようと思います。いやまあ感想を一言言うと、うん、侮ってました。侮ってた。ただの高級店だだけだと思ったら、うん、高級店だけのちゃんと実力があったところで、うん、本当にあの申し訳ございません。全部謝った。今さよく侮るからね。どんなことも侮ってます。ただね、ただその油ずっしり入れてる肉焼いてるだけだろうなと思ったら、油が欲しかったです。とんでもない変形だったし、これまで。サラダなんてさ、葉っぱとドレッシングだろう、ふざけんなやろ、うん。シャキシャキでした。ごめんなさい。キムチだってさ、お前韓国に勝てるわけねえだろうと思ったら、ナスのキムチ欲しかったです。ごめんなさい。あのお風呂場を借りて徐々にさ美味しかったでございます申し訳ありませんけど本当に美味しかったですまた来たいと思います、はい、ありがとうございます、精神神経学会パンダ先生がライブ配信始めて我々がギルのですね増田先生、松崎先生、竹尾先生と本題ラフに始めるものだったんだなバチコイの2人とですね、がシンポジウムやりますでそれを応援に行きつつですねその後のイベント横浜ねいい時代になりましたイベントねやるんですねそのイベントに僕も参加しますがそのイベントのために前日です前日楽しいな、なんかライブ配信はこういうところで行われておりましたただの河原最後岩野さんがちゃんと大声でバチコイかましてくれました外だからいいかなと思って、ね、そうっすこれバチコイ言う前のところだと歩きスマホをした女子高生がちょうど来てるところだねそうっすよ、よくそのタイミングで行ったなさすがいいわ
台湾に行った時、香港に行った時、はい、岩野さんが中国人に馴染みすぎてて、